ボーンスプレマシーは2004年公開のアメリカ映画、ボーンアイデンティティの続編。ロバート・ラ・ドラムのベストセラーとなったスパイス・リラー小説、殺戮のオデッセイの映画化。続編はボーン・アルティメータム。北、アメリカでは2004年7月15日にプレミア上映された後、7月23日に3165巻で公開され、週末興行成績で、 初登場1位になり、トップ10内には7週間いた。日本では、翌2005年2月11日に、日劇1系列他で公開され、全国週末工業成績では、初登場3位となり、同日風切り作品の中では、トップの成績となった。北、アメリカ内での工業収入は1億7000万ドルを超え、2004年公開作品中8位である。 CIA のパメラ・ランディは、ベルリンである事件の調査を行っていたが、何者かの襲撃を受け、調査チームの一人が死亡。時を、同じくして、人目を避け、インドのコアで暮らしていたジェイソン・ボーンと恋人のマリーに、資格が迫り、ボーンを狙って放たれた銃弾がマリーに当たってしまう。ボーンは CIA が自分を始末しようとしていると、推測し、死んだ、マリーの復讐を決意する。 CIA のパメラは、ベルリンの現場に残された指紋から襲撃犯はボーンだと考え彼を追う。そして、ベルリンとモスクワを舞台に、次第にトレッドストーン計画に隠された真実が明らかになっていく。ありがとうございます。